人権・立憲主義や民主主義の破滅をもたれしかねない不穏な動きです日本維新の会の遠藤隆国民民主党の古川元久両国対委員長は7日国会内で会談し緊急事態下における国会議員の任期延長を可能とする憲法改正の条文案策定に向け実務者協議入りすることで合意した会談には旧民主党系無所属議員の衆院会派有志の会、も参加、会見に前向きな野党勢力が協力し 議論を加速化するる。狙いがあるとのことですが先日の動画で取り上げた通り緊急事態条項というのは人権や立憲主義民主主義を危機にさらしかねない極めて危険なものです私は先日の動画で自民党改憲草案における緊急事態条項について取り上げました国民民主党の玉木代表などは、まあ、国民民主党の緊急事態条項は自民党の草案のものとは違って独裁政治を可能にするようなものではなく むしろ権力をきちんと統制、コントロールするようなものだというようなことを言っていますが、これは全くの間違った主張であると私は思っています。国民民主党が昨年12月に策定した緊急事態条項の案も、緊急事態と認定されたら衆議院解散が禁止され、議員任期の延長が可能になり、国会を通さないでも緊急政令という名で内閣が法律や予算を独断で制定できるようになるという点で、 自民党の改憲草案と全く同じです国民民主の案は緊急事態と認定するためには国会の事前承認が必要だと一応していますが例外的に自己承認と書いてある以上独裁政治を志す政治家がこの例外規定を用いて独断で緊急事態を宣言するであろうということは 想像に難くありませんまた自後統制として最高裁による審査というようなことも書かれていますがこの自後であるということはその,その時に内閣が独断で緊急事態を宣言するということは全く妨げませんのでこの規定は独裁政治へのブレーキとしても極めて不十分だと思いますですので国民民主のこの案も国会の有名無実化や三権分立の無効化 選挙を永遠に行,い行わないことを究極的には可能にするなど、独裁政治をもたらしかねない極めて危険なものですので、絶対に許してはいけないと思います。維新が掲げている会見草案での緊急事態条項も、国民民主党が掲げているものとほぼ似たようなものなんですが、維新の案では、緊急事態の宣言のために、 国会の事前承認が必要とは一切書いてなくて自己承認でいいとしか書いてませんので、まあ、そうした点では国民民主党の案よりも独裁政治に用いやすいものであるということは言えると思いますあと維新の会は身を切る改革を掲げていますが議員任期の延長を可能にするというのはいわば保身改革としか思えませんこうした独裁政治を可能にする保身改革である緊急事態条項の制定に賛同するのであれば 身を切る改革の看板を下ろして欲していいと思います以上のような点から国民民主や維新がかけている緊急事態条項も自民党の改憲草案の中での緊急事態条項と同じように独裁政治を可能にする極めて危険な案だと思っていますさらに今の日本国憲法にはすでに本来ならこの制度に具体的にどんな問題がありその問題の解決策としてなぜ普通の法律改正ではなく 憲法改正が必要なのか、そしてなぜ自分らが掲げる緊急事態条項の案がその解決策として適切なのかということを、まあ、緊急事態条項が必要だと主張している人たちがきちんと説明するべきだと思うのですが、そうしたことに関して説得力のある説明をその緊急事態条項のが必要だと言っている人たちから私は聞いたことがありません。私は今すすででにさ存在する参議院の緊急集会という規定で 十分だと思っていますそもそも日本国憲法を守りその憲法に書かれている条文やその精神を生かして政治に反映するというのが国会議員の基本的な仕事ですにもかかわらず憲法改正は絶対に必要であるというような改憲、まあ、ありきの議論を自民党や日本維新の会公明党や国民民主党は行っています特に国民民主党や維新の会は独裁政治を可能にする有害無益な緊急事態条項を制定しようと 自民党や公明党以上に積極的に動いていて、昨日の合意というのはその一環であると言えると思います。こうした動きには断固反対し、安倍政権以降ボロボロになっている日本の民主主義を取り戻すべく、私も一市民として微力ながら全力で今後も行動を続けていきたいと思っています。この動画は以上となります。高評価を押していただけると励みになります。チャンネル登録もまだの方はぜひしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。